今回、僕はですね、浴衣ジークフリートの方入手いたしました。イエーイ。ということで、今回は結構二択化してた感じがしたよね。ディアンサとベアトリックス。まあ、僕はちょっといろいろ悩んでたんだけど、実はね、僕、風を強化したいなっていう風に思ってて、最近まあ、次は光だよ。もちろん今は光を強化したく思ってて、3月22日からはもうずっと光を強化する予定ではあるんだけれども、その後ですね、光有利古戦場が終わって、まあ、ぶっちゃけ、マグナ武器が強化されてて、リミテッド武器を一つの属性に集中させなきゃいけないみたいな感じになってませんか？っていうことで、じゃあ次の属性、次にダマスカス鋼とかを入れる属性何にしようかなっていうふうに思ってたんだけど、僕は実はね、風がいいなっていうふうに思ってて、次はね、風を強化しようかなっていうふうに思ってるんですよ。なんで、今回は風属性を強化するっていう意味合いもあってね、風の剣得意パってジークフリートもメイン編成に入ってくることも多いみたいなんで、今回は風のジークフリートの方を採用するために入手してみましたということでなんか嘘だろって言われて、いや お前それ取るの絶対嘘だろみたいなコメントついて、いや逆になぜ俺がここでくだらない嘘をつくと思ったんだと、逆に俺がちょっと言いたい感じだったんだけれども、まあ、僕はね全然風ジークフリート取る気ムンムン丸だったんで、取ってしまいました。ということで、このまんまね、実はちょっとさらにね行きますよ。さらにこう決めますよ。皆さん待って待って待って、よいしょ。風属性のさらにここから俺の風を本気にするという意識をねちょっと見せておこうかなと。さあここでダマスカスを1個2個3個4個ということでね、まあ1本は絶対作っとかなきゃいけないんで、現状エターナルラブに関してはまあとりあえずここは後悔してないんだけど、エターナルラブをダマスカスを使って4凸1本作成しました。まあこれで風がとりあえずいい形にとりあえず強化できるわけですよね。ジークフリードとまあエターナルラブでカオスルーダーでもやってみたいな感じで、ちょっと、いい感じに風パの方をしていこうかなというふうに思っております。ということで、僕は今回のフォースアニバーサリー特別チケットでは、ジークフリートの方を入手しましたよっていう話でした。まあ、次育てるのというかリミテッド武器を注ぐのはおそらく風属性になっていくと思うんで、まあどうなるんでしょうね。まあそこら辺のゲイボルグとかがどうなってくるのかもわかんないんで、とりあえずゴールドムーン、数ないんだけどね、正直。ゴールドムーンは数はないんだけど、17個しかないんだけど、まあもし、ゲイボルグとかが強くなってたら、ゴールドムーン貯めてダマスカスではなく、ゴールドムーン貯めてゲイボルグだったり、エクスカリバーだったり、それはウルリクムミだったりするかもしれないんだけど、取っていくかもしれません。ということで、僕が今後、強化したいなと思ってる一属性についての話を僕が今回取ったフォースアニバーサリーチケットでした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。さよなら。バイ。